はーい、どうも内山美恵です。興奮が冷めやらなくて大変でございます。最近ね、春ツアーでアイドルのコンサートに行ってきたんですよ。そこで私ね、ピンナップポスター、略してピンポス、ランダムにね、こうアイドルの生写真を自分で好きなところから引いて、まあ、どれが当たるか分かりませんよっていうやつなんですけど、私それ今自宅に30枚持ってるんで、今日はそれでハロプロといえばフットサルじゃないですか。ガッタスっていうね、フットサルチームがヨッシーキャプテンでやってたと思うんですが、今回は引いたピンポス30枚でモーニング娘。18的最強フォーメーションを組んでいこうと思います。イエーイ。いろんなね、ジャッジの観点はあると思うんですけど、私が思う最強アイドルのフォーメーションを組みましたので、早速発表していこうと思います。はい、では早速フォーメーションを組んでいきたいと思うんですけど、当たったメンバーは13人いるんだけど12人です。まずはね、上からいくと福ちゃんの引きと寄りですね。これ2パターンあるんですよ。これでね、どっちの写真を出すかっていうのも重要にはなってくるんだけど、福ちゃんがいて、次がイクボさんです。イクボさんも引きと寄りが出ております。で、私推しのあゆみんが、なんとね、寄りがなくて引きが3枚なんですよ。で、まー、あ、ちゃんも3枚、これはね、引きより両方出てます。そして小田ちゃん、小田ちゃんはね、引きとよりが出てます。次、マリアはよりが1枚。続くハーチンですね。ハーチンはよりが3枚出てます。私2推しのチェル、チェルはより引き2枚1枚、ん違うわ、よりと引きが出ております。可愛いですね。アカネチンの引きと、カエディのよりと、横山玲奈ちゃんのよりと、そして最後は森とちーちゃんの引きとよりが出ております。そうそう、最初に言い忘れたけど、福ちゃんはこんな感じで引きより出てて4枚当たってるし、はるなんは5枚で引き1枚でよりが4枚出てます。はい、では早速フットサルのフォーメーション、このね、丸のところに人が入るんだけど、早速発表していこうと思います。ちなみにこっちがゴールキーパーのいるゴレロって言うんだけど、こっちが守る側で、こっちが攻める側の人でございます。それではまずはスターティングメンバーを発表します。内山美恵監督が選ぶ最強メンバーはこちら、じゃーん。はい、私の選ぶスターティングメンバーは牧野、佐藤、石田、福村、小田の5名です。解説していきましょう。まずね、ここ一番ゴールに近い先頭ですよ。先頭のピボっていうポジションなんだけど、ここに牧野マリアちゃんを選びました。理由はですね、ここの一番攻めってことは、まあ、言ったらバスケットボールで言ったらこう桜木花道みたいな花形イメージがあるじゃないですか。ってことは一般の方にも一番初めにパッと見ね、こうゴールを決める人だから見やすかったりすると思うんですよ。で、こういう時にやっぱりこうビジュアルとね、もう背丈も抜群にスタイル、もうモデル並みにスタイルがいいし、もうこういう方が先頭を切って核となってね、そのゴールの手前で中心でいるっていうのはすごく力になると思うんですよ。ピボっていうのはフィニッシャーとしても泥臭さっていうのが必要なんですよ。で、そうなった時にマリアちゃんってすごく頑張り屋だし、ある程度こうどっしりしてるというか、こう芯が座ってるっていうのがすごく大事みたい で、そうなった時にこう揺るぎないこの精神感っていうのが、こう牧野マリアちゃんがぴったりなんじゃないかなと思いましたので、
私的モーニング娘。のピボは牧野まりえちゃんを選びました。続いて選んだこのアラっていうポジションなんだけど、ここには佐藤まさきちゃんを選びました。あ、でもこれまー、あ、ちゃん左利きだから逆かな。まあまあいっか。普通ね、普通というか左、あ、でもどうなんだろう。いやでもこんなイメージがしたんですよ。ここにまー、あ、ちゃんを選んだ理由なんだけど、あ、で写真はね、この引きね、引きが良かったんで、はい、寄りじゃなくて引きの写真にしたんですけど、ここはどっちかっていうともうイケイケどんどん、もう攻めの人っていうイメージだし、もう天真爛漫にこういろんなところにね、こう行ったりとか、あとまあ攻めで言ったらこう AKB の指原さんとか、結構なんて言うんだろう、新しいじゃないですか、指原さんがファンだったりとか、なんかそういうところとか攻めてるイメージがあるんですよね。もう自分のスタイルを貫いてドーンっていくみたいなところで、あ、これまーちゃんしかいないんじゃないかなと思ったので、アラはまーちゃんにしました。もう一個こっちもアラっていうポジションなんだけど、引きの石田あゆみちゃんです。このアラっていうポジションはね、あのちょこまかすばしっこい人で、足が速かったり、そういう身体的に優れてる人がいるんじゃないかなっていうイメージなんですよ、私の中で。ってことはもう宮城のね、東北を代表する唯一のモーニング娘。で、もうダンスマシーンと呼ばれるあゆみんはもうぴったりなんじゃないかなと思いまして、二人目の左側ですね、あゆみんにしてみました。4人目、ここ福ちゃんにしたんだけど、このフィクソっていうポジションはもうディフェンスの要なんですよ。で、前で攻めてる人たちも福ちゃんが、この福ちゃんがいてくれるっていうこの安心感で、前の人たち輝ける場所だと思うんですよ。全体を見れてたり、冷静な判断だったり、そういうのができないとここのポジションは難しいなって思うんですよ。才能もそうだし、すごく頭が良くないとできないんじゃないかなっていうところと、あとリーダーっていう経験と実績があるわけじゃないですか。やっぱりここはね、若手の人よりもこうやってリーダーを務めてきた福ちゃんがぴったりだなと思って、なんかあったら後ろに福ちゃんいるぞみたいな、本人自身もこう一メンバーとして切磋琢磨してるっていうところで、あ、ここは福ちゃんが似合うなと思って、はい、フィクソは福ちゃんにしました。そして写真は引きの小田ちゃんです。ゴールキーパーに小田ちゃんを選んだ理由なんだけど、目立つって言ったら自分からこうグイグイ行くぞっていうタイプではないんだけど、実力も抜群だし、フットサルでゴールキーパーがチームを作るっていうぐらいすごく大事なポジションなんですよ。で、そうなった時に歌というところでもうメインじゃないですか、歌姫だからね。もう全てにおいて、まあ歌もそうだし、ダンスもちゃんともう全てこうこなせる中で、もう自分はそんなにグイグイ出なくってチームを支えてるっていうところが、ああ、これはゴレイルは歌ちゃんだって思って、で写真はね、引きがね、もう女神かなって思っちゃったんで、引きの写真がお気に入りで選びました。実はね、フットサルにはこう5人でずっと回すわけじゃなくて、自由に入れ替わり立ち替わりできるわけなんですよ。その時にこの5人が出てて、その次にこう交代するメンバーもいるんですよ。セカンドセットがいるんです。そちらを紹介していこうと思います。次のセットはね、皆さん意外だなって思うかもしれません。では早速発表していきましょう。じゃん、はい、説明します。一番ゴールに近いのが森とちーちゃん、そして横山、ハガ、カガ、そしてチェルです。てかね、モーニング娘。はね、単体単体の輝きもあるんですけど、それだけじゃないんです。チーム全体のバランスっていうのがすごく大切だと思いませんか？ってなった時に、スターティングメンバーは もちろん実力ももう才能もあるメンバーなんだけど、こっちはどっちかっていうと、これから伸びていく若手の子たちのこう若さのパワーで結成してるチームワークを大事にしてみました。
で森戸ちーちゃんなんだけど、まあ、ちーちゃんはよりよりがね可愛かったんだな。これはねマリアと理由は似てるんだけど、追加加入したばっかりなのにあれだけの相当な曲数をもう完璧にプロとしてこなしてる、そしてこの生まれ持ったこのポテンシャルの高さってやっぱね、ここはねなかなかね日本人でも配置できる選手は少ないんですよ。ここはやっぱり、まあ、もっと生まれ持ってるものとか、もうカントリーガールズにいたこととか、まあ、もうちいちゃんだろうなっていうところで森戸さんがここのポジションにしてみました。次に横山玲奈ちゃんのこれはよりなんだけど、これもねあのヤンタンとか最近ねクドゥが卒業になって交代で入ってきたところもあるんだけど、もっとね天真爛漫にこう暴れ回ってほしいなっていうのと、あとはほんとちょこまかちょこまか楽しそうにもうコート中をこうもういい感じで引っかき回してほしいなっていう意味合いも込めて横山玲奈にしました。隣にはハガちゃんです、ね、どっちかっていうとハロプロエッグでやってたっていうところもあるし、歴で言ったらね13期よりは長いわけじゃないですか。そういうのも含めてここにね横山玲奈ちゃんがいるっていうことでこうハガちゃんっていうのでうまくバランスが取れるんじゃないかなって思うんですよね。このバランスを見てこうアカネチンっていうのもビジュアルもね可愛いし、もういい感じで2人が生きてくれるっていう作用もあるんじゃないかなって、うまいことこう調整弁のような役割をしてくれるんじゃないかなとチームワークの面でアカネチンを選びました。そしてね忘れちゃいけない長野出身っていうところね、新しいスパイスっていうのもすごく重要かなと思いました。そしてここはもうカエディでしょ。このね新しいメンバーの中でこうカエディがいるっていうところと、ここにハマれる人材っていうのも少ないと思うんですよ。そういう意味でもカエディここぴったりなんじゃないかなって思いました。実力もあるし、そして最後のゴールキーパーゴレイロはよりのチェルにしました。っていうのも理由は小田ちゃんと似てるかもしれないんだけど、ゴールキーパー自体がすごく目立つのよ。実力で目立つのよ。やっぱり司令塔の役割をしているっていう意味で、歌もねダンスも、私ダンス個人的にすごく好きなんだけど歌声もすごく好きなの。もう実力勝負っていうところで頑張っているのと、やっぱりこの芋娘感のこの雰囲気がやっぱりモーニング娘の良さを作ってるなって私思うんですよ。そういうとこも含めて新しいんだけどなんか古臭いっていうところもいい意味なんだけど、なんかそういうのをうまくこのメンバーの中にスパイスとして、そして要として入っているので、ゴールキーパーはこのメンバーを見た時におチェルしかいないなと思って今回は野中氏をゴレイロにしてみました。そう今回ね生田さんのピンポスを私弾けなかったんですけど、飯久保さんとハーチンも見ても今回のピンポスで多分一番可愛いのハーチンの顔なんじゃないかなって思うのは、ハーチンが可愛いのと、私飯久保さん本当に大好きなんです。本当に大好きで、ヤンタンとかねおしゃべりも大好きだし、ライブで見る飯久保さんが大好きで、いつもライブ終わりに時間があると飯久保さんの生写真を買ってついつい帰ってしまうっていう現象が起きています。いや本当にねどこでもハマるっていうのはあるんだけど、やっぱ今回はね個人戦ではなくて団体戦っていうのもあったので、ちょっと今回はねこうね入らなかったわけなんですけれども、またねテーマを変えた時に現れてくれるんじゃないでしょうか。はい、こんな感じで今回は私の引いたピンアップポスターでフォーメーションを組んでみたらもう最強のチームになってしまいました。はい、いかがでしたでしょうか。この動画が良かったらグッドボタンと、まだの方チャンネル登録お待ちしております。ツイッター、インスタグラムもいますので、内山美恵で検索してください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。
また私にやってほしいこととか、なんか素敵なものがありましたら、ぜひぜひコメントで教えてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。